はい、皆さんこんにちは、こんばんは。バッシーチャンネル、ジージーことのりしつりしです。本日もね、よろしくお願いします。まあね、今日何話そうかなと思ってね、まあ、ちょっと考えてんけど、まあ僕はまあ釣り行って、まあ、帰ってきて、まあ、必ずやること、第一に必ずやること、まあ、当然リールのメンテナンス、あとまあロッドのメンテナンスは当然のことやんだけど、それと並行してまず第一にやることがあってね、今日はそれをちょっと皆さんに見ていただこうかなと思っております。結構ね、まあ大事な、まあ大事なことかな、まあ何でもそれに関しては何でもやることは大事なことやねんけど、僕一番重視してることやねん、それ、ほんまに。でまあこのチャンネルまで初めて、まあないんで、まあ、うまいこと撮影して、まあうまいこと説明できるかどうかちょっと分かりませんけど、まあ聞いてやってください、見てやってください。じゃあ、始まります。ゴーゴーゴー。はい、やっていきましょうかね。まあ僕最近ちょっと日本海の方に行ってきたんやけども、まあまずやらなあかん、僕が重要視してることね、これフックなんですかね、このフックのアシストライン、アシスト P かな、これね、これ今見てもらうと分かるように、どうしてもね、平正とかいうのがね、こう食ってくるとね、フッキングした時も暴れまくって、もうこの、アシストにこの癖がつくんだよね。もうね、まあ、この癖ついたやつはね、もう、ちょっとどないしようもない、治れへんだよね。これも、まあ、見てもらうと分かるんだけど、ちょっとピンボケしとって申し訳ないんだけど。でまあ、これをね、ちょっと切って、やっていきたいんやけど、まあ、用意するのがバイスね。これバイスですわ。これもね、やっぱりあるのとないのもえらい違いなんですよね。今こういうちょっと金属製のお盆なんかあったらいいですよね。ちょっとまあ、火で炙ってね、なんていうかな、溶かしてこう、ばらしたりしていくんでね、こういうのがあればいいと思います。で、まあ、これちょっとまああれやね、一つまあ今思ったところやんけど、まあ、とりあえずもね、悪いやつね、悪いフックをアジャストラインにカットして。この溶接リング、まあまああれ飛ばそうか。でもこれね、ちょっと直接手で持ったら熱いんで、まあ、これでちょっとライターで入れ炙ってね、溶かして取り除こうもいいけど、この時やっぱりね、こう溶かすとどうしても下に溶けたものがこうポタポタ落ちるんでね、だからまあこういう金属製のお盆があればまあ一番安全やと思いますわ。こちらでしょうね、これもう、これまあ、ね、こういう風にやる人はもうまあ当然分かってると思うけど、まあ極力気をつけてね、やっぱりその火事の原因になったりするんで、まあこれまあとりあえず
熱いんで冷やして、で、まあ、とりあえず段取りができてね、で、まあ、焦げた、すすげたとこ、とりあえずきれいに、まあ、ちょっと拭いて、ね、我でも取り除いて。まあ、これ、あれですよ、この、取り除くのは、キッチンペーパータオル。こんなんで十分ですわ。もう安いしね、いいですよ。で、これ、アシストラインやね。うん。もうこれ、だいたいこれ、今回はこれ150ポンドかな。十分ですよね。まあ、この定規はね、ちょっと結構意味があってね。まあ、大体僕パターンで4センチとか3センチとか、まあ、6センチとか7センチとか、まあまあ、使う軸によってこのアシストの長さ変えるんだけど、まあ今回は4センチでいきましょうか。溶接リングからね、アシストのこのフックの長さを4センチとして、まあこれで4センチで、これ中の芯抜いてもその芯の中に入れ直すんで8センチとなるね。で、8センチだけやったらね、今度ちょっと留め代がなくなるんで、プラス3センチ、合計まあ11センチほど取っとけば、まあ、間違いないかなと。4センチの長さにする場合はね。まあ、あとはその流れで、ボールでね、長いやつに作るときは、まあちょっと考えながらやってもらったらいいと思います。まあこれまあ、もう中の芯抜いた後やねんけど、まあこれ、掘ってね。ちょっと引っこ抜く方を短くして、ね、引っこ抜いた時に、まあ長さが釣り合うように。まあ皆さんも多分、まあそこら辺は同じようなことしてはると思うんやけど。で、まあこの、ニードルやね。これで、あれですわ、短いのを、とりあえずまあ入れて、折り目のところまで、入れていくと。出ましたね。これでまあ、これでね、まあ、センターね。まあ、これまあまあ、溶接機、まあ、外して溶接に、まあ、再利用ですわ。ね、これ結構なんか、よく使えるから痛めんから気づけへんかったね。ニードルの返しをロックかけて、まあ、中からこう一個抜いてくるんだけど、まあこの時まあ、なるべく丁寧に、あんまりガサツにやると、もう引っかかって途中で突っぽ抜けるんでね。はい、できました。で、揃えていくと。綺麗になったでしょ。ね、これまあ大体長さで、ね、さっき言った4センチまず出して、残り4センチから残りの余った部分を、石井戸の留め代にするんで、まあ、印を取ったら分かりやすいですよね。で、先ほど、ね、外して、きれいに清掃したフックの印のところから、まあ、差し込んでね。こんなんはもう説明すれば皆さん釣り好きな人はもうよく分かってると思うんで、まあとりあえずまあ見てくださいみたいな感じかな。まあこの時はちょっと手怪我せんようにね、僕何回か親指とか刺したことあるからまあ道具臭いからな。まあこれでまあ今こう引っ込めてきて刺して今抜いてね、こう変えた状態やね。ひっくり返して。で、まあ今からの石糸。で、まあこれやね。まあこれこれ僕石糸の中でこれPラインね、高い、ギレした P ライン使ってないけどね。まあ、あんまり問題ないと思うぞ。
で、これさっき言うじゃん、バイスやね。これあるとないとだよね。まあ、手でも、手動でもいいんやけどもね。僕はね、やっぱりバイスをこれ使った方がね、しっかり力強くやっぱり止めれるんで、僕これ好んで使ってるんですよね。これね、こういうふうにセッティングして、でまあね、ちょっと念のために滑れへんというか、死体とちょっと巻いて、まあ、ちょっとでも摩擦かかるように、多分皆さんもやってると思うよ、ね。巻いていってね。もうね、俺、撮影難しいな、やっぱり。まあ、ボーンと取って、切って、ね。ね、まあ、残りにね、切った余った色も、とりあえず隠して、下へと巻いて。まあ、一応念のために、瞬間接着剤。セキートマーのところにちょんと下ろしてね。で、これ、ね、P のアシスト。仮止めするような感じ。まあ、やったら、ずれずずれずにね、巻きやすいんで、力も込めれるし、はい。ここやっぱりね、やっぱり力がだいぶ入りますよね。ぐーっとこう締めていけるんでね。だいぶこの糸の圧がかかるんで、相当強いと思いますわ。はい。でもこれしっかり締めて、もうこれまあ、ウィッフィニッシュだね。3回、4回ぐらいかな、僕いつも。まあまあまあ、これでまあ、止めて、で、最後、決めると。はい、こんな感じですよ。はい。これでもうほぼ抜けへんねんけどね。ほぼ抜けへんねんから、もう取れることないですよ。一応これで大体まあ、完成やねんけども、まあ、ちょっと切った余った石板の部分とかをちょっとね、まあ、ハサミよりもらえてパッと油がスッとこう溶けてね、溶けるというか、縮れて、綺麗になるんで。まあまあこれ、マニキュアやねんけど、赤のね、僕のダイソーで言ったら、ダイソーがまあ100均で買ってきたんやけど、十分ですよ。その前に、これ塗る前に、一応瞬間接着剤でね、固めましょう。ごめんね、何分ちょっと初めてやからね、皆さんにこう、見てもらって、見やすいように頑張ったんやけど、どうかな、わかるかな。まあ、こんな感じで満遍なく、まあ、もうこれね、もう100均の瞬間接着剤で十分ですよ。もう別に釣り専用とか全然問題なくない。はい、もうこれでまあ瞬間接着剤がまあこれで乾いた状態ね、はい、まあこれでね、直接熱収束チューブ、いいんや、直接いいんやけど、まあ僕、まあ一応コーティングのつもりね、こいつマニキュア塗ったりするんですよ。結構いいですよ、これ。ほんまに。えじらいですよね、こんなん100円で買えて。先ほどの巻いてるね、フックに巻いてる部分をまあ、ちょっと隠す感じで。たっぷり塗りすぎると、ちょっと乾き悪くなるんでね。まあ、そこはもう臨機応変にというか。まあ、ね、個人の自由やけど、まあ僕はこんな感じでやってます。はい。こんな感じでね。まあこれでも十分やねんけどね。で僕はまあ念のために、あとこの上から熱収縮チューブをまあつけるんやけども、まあとりあえずまあこんな感じですわ。もうこれでも多分全然取れないと思います。取れたことないんだよね、もうこれね。どうですか。はい。まあまあこれね、熱収縮チューブ。まあ今回透明。はい。まあいろんな色あるよね。赤もあるし、黒もあるし、まあいろんな色あるけど、僕は大体透明とか赤が好きかな。
まあこれあらかじめね、合うようにカットして、でまあライターで炙って、ね、チェジメスでね収縮させていくと。まあこれでもね、結構これやってるのって、やっぱやってないとでも、やっぱりなんていうかな、ちょっと歯が強い魚なんかがね、かかると、これやってるとやってられたら、またちょっとなんていうんかな、バラシの度合いが違ってくるんでね。ラインブレイク、ラインアウトいうかな、フックアウトいうかな。まあ、意味が通じてねえか。でもこれやっても全然違いますよ。はい。で、こんな感じですよね。でまあ、こっからはまあ、自由やねんけど、僕、これで、ちょっと樹脂をね、顔料、青で染めた、ちょっとまあ、樹脂をこう、浸して、白からちょっとこう、青にね。まあ、青のやつも売ってる、もともと青のやつも売ってるんやけども、まあ、僕、ちょっとこれ自分で作ったやつなんでね、これは結構自分の中で信頼してるんで、はい。まあ、なんで青か言うたらね、結構青ってね、なんていうのかな、魚にプレッシャーかけにくい色なんかな、まあ、これ僕の持論やねんけど、赤とかね白とかいろんなの試したんやけど、やっぱりね食い悪い時はね、白で食い悪い時ね、青にねやるとね、なんていうかな、当たりいうか、ね、ちょっとねえ、アタックが違ってくるんだよね、こう、魚の。まあ、僕はもう勝手にこう考えてるだけかもしれへんけど。まあ、なぜ僕この青がすごい僕の、なんていうか、強い中で、まあ、ナイスな、色なんで、いつもね、やってます。まあ、この白、ね、この白もええねんけどね、なんかしらやっぱプレッシャーかかるんかな、魚に。まあ、釣れんことはないやろうけど。ちょっとそこら辺がね、やっぱ魚に切り目分からへんねんけど、いかんせん魚の言葉が分からへんので。まあもうここは持論ですわ。まあね、これもまあ、ね、これでこうやって大体当てて。ね、大体これで収縮チューブの長さが大体これで分かるんで。まあいろんな人いますよね。アシストの方にもね、1センチほどカブしたりとか。まあ僕はいろんなやり方やってるんだけど、まあ大体地元のとこで止めるのが僕のやり方かな。でね、ちょっとどうしても石糸をちょっと巻いてね、あそこが膨らんでるんでね。普通の収縮チューブのなんていうかな、パイス細かいやつだったら、はい、入れにくいんで、まあ、こういうちょっとラジペンを突っ込んで広げて、ね、やりすぎると切れてまうので、皆さん注意してください。これやったらスコーッと入ってくるよね。ねえ、そうだったら4センチとか、そんなん凍った、5センチ、あ、ごめんなさい、4ミリとか5ミリとかのパイスのやつ凍ったら違うのと思うけど、それでね、あんまり大きくなるとね、完全に収縮、線とね、なんていうかな、隙間できたりするんですよね。だから僕、大体僕の中でパターンとしてはこの3ミリ、3.2 ミリかな。うん。これ好んで使ってます。これだとね、まあさっきみたいにラジペンで広げてね、またこのライターで炙り直さにバチッとこう、引き締まってね、締まってくれるんでね、結構いろんな試したけど、やっぱこのやり方が自分の中でも一番いいかな、みたいな感じだね。でね、これね、これもちょっと僕の中ですごい重視してね、まあやっぱり彫刻一回ね釣り行くとね、どうしてもね針先ってちょっとこうなんていうかな、舐めるというか、やっぱりねこれ針先ってほんま大事なんやね。もうこれね、これをちょっとこうおろそかにするとね、せっかく来た魚をねやっぱりこうフッキングできん時あるからね。ただね、これ気をつけてくださいね、針先から下に向けてこうシャープナーでこう飛ぶようにせなね、逆にするとねこれ舐めるんですよね。反対にこれ何でなのか分からないけど、まあ僕もこればかりはちょっと理屈が分からないけど、
はい、まあまあ、ほんで、またこの、調校から帰ってきて、アシストフック、アシストラインがいけそうなやつね、は、まあまあ、色が剥げてるところはね、ちょっとまあさっきのまたこの樹脂、かましてね、まあ、ちょっと色入れて、お魚さんにね、食べてもらおうと。ね、地道な作業やけどね、もうほんまにこれ大事。フックとアシスト、このフックとこのアシストライン、これね、なんで一番重要しか言ったらね、もう魚とコンタクトする一番最初の部分やねんね、これ。これをね、やっぱおろそかにしてしまうとね、一番最初のコンタクトする部分をおろそかにしてしまうとね、もう絶対魚は釣れないと思ってると思う。はい。だいたいこんな感じかな。だいたいまあこう乾いてね。で、この後ちょっともう一つ、処置、これですわ。これね、フッ素コーティングじゃないけど、まあまあ、フッ素のね、なんていうかな。オイルというか、フッ素のなんか、いいやつでね、潤滑油かな、フッ素もね。これをね、ちょっとまあ、さっきほら、針先をシャープなんて研いだりしてるじゃないですか。やっぱり元々されてるね、コーティングも取ってしまうんでね、まあ、これで再度、こう浸してね、ちょっとコーティングするで。でこれ結構錆びひんねんね。まあ、これで、まあ、丁寧にね、しっかりとこう、浸して、たっぷり浸して、ね。で結構、まあ、なんていうのかな。乾きもね、そんなに、なんていうの、悪くないし。まあまあ、こういうキッチンペーパーでもええし。まあ、今回この上置いたけど、普段は釣っとんですよ、僕。まあまあ、こうやって、もう一枚重ねて。ちょっとまあ、油分というか取ってね。はい。まあ皆さんに見てもらおうので、こういうふうにしたけど。普段は釣ってます。釣って自然に乾かします。まあこんな感じですわ。まあ、大体これで出来上がりかな。だからね、もうほんまね、リールとか、その当然ね、この、真水で綺麗に、洗うのも大事やねんけど、もうこれもほんま大事に思ったんですよ。さっきも言ったけど。一番最初に魚とコンタクトする部分やからね、これ。はい。これでね、また次の調校が楽しみだなって、思うんやね。これやってるときほんまね、時間経つの早うでね、楽しいですわ。ほんまジギング最高ですよ。ね。はい、皆さん、長い時間お付き合いしてくださりありがとうございました。これからもね、まあ、釣りの動画を、まあ、釣りの動画メインというか、まあ、いろんな動画上げれたらいいなって思ってます。まあ僕ね、前回もお話ししたように釣りがちょっと大好きなんでね、まあ釣り、メインになるかもしれないし、まあ、ちょっとしたね、コントなんかも好きやから、コントというか、ちょっとギャグっぽいのも好きなんで、ね、まあ、いろんな、楽しいものをあげれて、皆さんに喜んでもらえたらいいかなって思ってますんで、これからもよろしくお願いします。今回はどうもありがとうございました。また次回一生懸命動画作って上げさせてもらいますので、その時までどうかごきげんよう。じゃあまた次回も見てねー。
ありがとうございました。